スティカの豆だと澤部です。メリークリスマス、メリークリスマス。フランフランで1万円分のクリスマスの飾り付けを購入してまいりました。いやもうほんとめちゃくちゃ可愛いのがたくさんあったね。そうなんです、私たちのこちらの撮影部屋をクリスマス部屋に大改造していきたいと思います。やったー。シャン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 。クリスマスツリーを去年ね、こちら買ったんですよね、うん、そうだそうだ、そうなんだっけ、 ZOZO の企画で買ったんですけど、うん、こちらとフランフランの新しく買ったオーナメントたちとともに、はい、我々のお部屋もクリスマス仕様に可愛くしていきたいと思います。はい、パラスティカ、あ、ちょっと待って、うん、あーナイス、うちらにはこれがあるんだ。今日これかぶってやるからね。酔いパラでかぶった帽子、もうでも活躍させていくからどんどん、今年どんどんかぶっていこう。はいはい、じゃあ1万円分買ったもの、はい、出しますね。出しましょう。これがツリー、かわいい。これが壁にかけるやつだね。うん、でこれはもうツリーにつける系のやつ。そうそうそう、これ光るやつ。そうで、これなんだけど、ちょっと開けた時のお楽しみね。スノーマン、ツリー出すか一旦ね。そうだね、うん、どんな感じか。結構大仕事よこれ。去年無理やり入れたよね確かね。そう、なんかちょっと汚くなっちゃってるかもしれない。あるよね、一年ぶりよ。だってパンパンなんだもん箱。絶対最初こうじゃなかったもんね。違かったよね。あー、全然メモリーがなくなってて、はい、が一生懸命組み立ててるとこ取れてませんでした。泣いた、ごめんなさい。ちょっと一応ね、やってるとこもしかしたらそこカットするかもしれないですね。こんな感じね。はい。はい。これね、2段階になってて組み立てたので今ちょっと広げてます葉っぱを、はい、このね、この白いつぶつぶが全部取れんのよ、うん、そう、ポロ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 、もう今の現時点で結構まずいもんね。で、木1本取れました。はい、取れました。見てほら、うわ、これこれやばいでしょ。本当に良くない。あー、でもピンクの背景に合ってるわ。合ってる、うん、あ、いいねいいね。まあそこにいることによって豆田さんがマジで1ミリも見えてないんだけどね。ツリー組み立てに来たおじさんだと思って。でもさ、思ったよりそんな汚くなってないね。うん、なってないよ。こっから見ると本当にボリュームのあるツリーって感じ。力づくだったもんなね。入んない入んないって言って大体うちらね、入んないのよ。なんかプールとかさ、あ、そう、浮き輪系とかさ、そう、元通りになんないのよね。二人の女の二人の力全部出しますって感じ。本当に力づくよ。じゃあこれに買ってきたものとかを飾りつけましょう。はい、ここ去年買ったやつありました。お、ニトリだね。それもつけよう。うん、わーい、やったー、よいしょ。サムさん来る、来るよ、楽しみ、ね、何頼んだ。ね、うん、ウォーターサーバー。ウォーターサーバー、うん、いいな。サムちゃん何頼んだの。なんかバレンシアガのキャップ。いいでしょ、超イケてるでしょ。サンタさん来んかな。マジベビータッピじゃん。そう、ベビータッピって何なの。見て、やばい、これも落ちる。やばいね。サンタつけます。はい、つけて。おー、あ、かわいい。やっぱこういうクリスマス系の飾りって繊細だから、うん、ちょっと触っただけでなんか落ちるんだ、キラキラとか。あ、大雑把な人ダメよ。ダメだわ、待ってるのにね。あ、そうだよ。クリスマスのさ、うん、なんかデートの思い出とかある？いや、全くない。え、私もないんだけど。ないよね。ない。なんかクリスマスだからって言って、うん、なんかどこかに出かけましたとかないかも。いや、私もないよ。クリスマスの時チキン屋さんでバイトしてたんだけど私、うん、3日間で、ね、ずっとバイトだった、うん。あ、本当。チキン焼いて売ってたよ。もう私店長とその日大喧嘩してうんってなりながらバイトしてた。何で喧嘩したの。なんかわかんない、うん、19、20歳の時の豆田は尖ってたから、うん、すぐ、え、なんでですかが口癖で、うん、なんでですかって言って、うん、なんか、いや、なんでですかじゃねえだろうみたいになって、なんでですかってなんでですかでしか会話してねえじゃん。なんでですか、なんでですかじゃねえだろう。なんでですか赤ちゃん
ャニーだからさ。こういうとこだよね、うちらの良くないとこね。あ、できたー、できた。どう？あ、いいじゃん、いいじゃん、オッケー。じゃあ点灯式するわ。点灯式今年もやってまいりました、この季節。はい、パラスティカハウスのクリスマスツリーの点灯式でございます。今回点灯してくださるのはパラスティカのサワデイさんでございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、はい、点灯させていただきます。よろしくお願いします。お気をつけて、漏電などございませんよ、はい、お気をつけください。かしこまりました。それでは皆さん、カウントダウンをお願いいたします。はい、ツリー点灯まで3、2、1。はい、素晴らしい。セイキンさんも飾っとこうかな。セイキンさんもね、やっぱりオーナメントとしてあー、いいですね。あー、最高だわ。壁に飾る系、はい、このリースとガーランドです。おお、それかわいいよね、どっちも。これね、絶対かわいいよ。100均にはないもん、これは。100均にはない。これはないもん。あー、あー、かわいい。サンタさんの衣装がこうやって干してあるんだ、うん、あ、そういうこと。あー、かわいいね。かわいい、かわいい、かわいい、いいじゃん。あ、すごい、できたぞ。クリスマスっぽくなっている。いいよ、いいよ。あ、いいね、いいね。あ、あ、やば。あ、今ので結構衝撃でキラキラが取れちゃった。点灯してみるか。点灯してみよう。せーの、見て、みんな見える？てん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 。でね、これなんすよ。そうなの、これちょっと。じゃあまずライトだけつけるね。はい、いくよ、せーの。うおー見て、ほら、すごい。これやばくない？超えぐい。こんな高速回転する？で、これね、これだけじゃないんすよ。壁と天井が大変なことになっている。外からうち見た人多分引いてるぞ、多分。あの家何やってんのってなるよね。やば、あそこやばいことなってもどこ回んの？うん、僕ね、明日は、端の方、下の方行く。下行くんだ。うん、行かないとき間に合わないと思う。そうだよね。こっちは？こっちはね、逆なんで、南州だから、ここから。南なんだ。うん、南からちょっと行かないといけなくて。あれだったか、ポケモン変えたか。あ、ポケモンね。ちょっともう発売日前に、うん、もうロットで、うん、発注しといた、今回。あんたは準備がいいなぁ。そう、だからもう1000万セットずつ。1000万セット、うん、ちょっとさ、うん、100本ずつもらえないか。全然大丈夫。いいか。うん、じゃあちょっと明日領収書切って持ってくるから、うん、あんたこれどこまで低くいけるか勝負しよう。いいぞ、うん、じゃあまずはお前からだ。うわー、低いなお前。次は、さすがだわ。次はあんた行くんだ。わしは昔な、うん、若い時はダンスフロアのリーダーやってたから。おー、いいじゃねえ。任せろ、行くぞ。待って、
いやフランフランで1万円分で相当かわいい飾り付けができたんじゃない？いや本当にね、今年のクリスマスも楽しくなりそうです。うん、しばらくはね、このまんまで撮影しましょう。はい、皆さんもね、だから楽しんでください、クリスマス仕様を。わしたちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくな。以上、せーの、パラスティカじゃった。ほーほー。